Hey everybody, how's it going? Welcome to another MAMJ Let's Play of Corpse Party, A Book of Shadows. When we left off, this did not feel like a Corpse Party game. But if you actually look at some of the fine details, it definitely is. Now, when Naomi and Seiko were taking a bath together, I noticed this when I was editing the video, but Seiko has a noose mark around her neck. Now, Naomi mentioned that, but I didn't realize it was actually in the artwork for those frames. It's crazy. So I think things are going to go downhill pretty fast in this next episode, but I still don't know what's going on. I don't understand if this is kind of like a relapse, like an alternate dimension where this hasn't happened yet, or if this is supposed to be something that preludes the original Corpse Party. I have no idea. So let's continue on and see what happens next. Hi. Ah, okarishimasu. Arigatou gozaimasu. よし、元気に行っておいで。篠原さん、デートの約束、考えといてね。Oh, yes. はい、お母様。That twinkle, though. 誰がお母様？びっくりするほど早起きな聖子に、布団を剥ぎ取られて、私はくしゃみをして目を覚ました。髪を溶かして制服を着ると、お母さんが作ってくれた朝ごはんを頬張って、私たち二人は家を飛び出した。急がないと準備に遅刻しちゃう。Do we get to meet everybody else now? Now that we've reunited ourselves? おほ、今年もすごいね。うん。あ、そうだ。私準備室からお椀運んでくるから、聖子先に教室行っといて。了解。あ、カバン持ってっとくよ。貸して。Oh, how sweet. ありがとう。文化祭、キサラギ祭当日。結構歴史のあるこの学校で、今日は第何回目だったかな。中等部から高等部まで、みんな30分後の開催に向けて出し物の準備で忙しそう。後で時間があったら、いろんなクラス回りたいな。家庭科準備室に洗って伏せておいたお椀を抱えて、私は自分のクラス 2-9 へ向かった。I do feel bad though, because I'm not really commentating much, because right now we're just setting up the story. It's all plot. いつもの階段を上り、2階の奥にある教室へ向かう。今日、私たちのクラスではおしるこ屋をやることになっていた。教室に近づくと、廊下にまでもう甘い香りが漂ってる。朝ごはんいっぱい食べてきたのに、もう食欲が顔を出す。やっぱり甘いものは別腹だよね。I just have a feeling it's not gonna be good. おはよう、みんな。おしるこ屋のお椀ってこれぐらいで足りる？おはよう。マユー。おはよう。うん、それぐらいあれば大丈夫。Oh my god! Everybody's back! I'm trying to see if there's anything indicating on their bodies how they died in the last ones. If they died, I'm not saying anything. What's wrong with him? なんだかサトシが変だった。キョトンとしてこっち見てる。気になったけど、私はまず両手に抱えたお椀を置こうと教室の奥に入っていった。足元が見えない、怖いな。落とさないように。 Why didn't you split it with everybody else? Like, make them hold some. いやー、ナオミ、おはよう。 That was totally in my ear. お尻触んないで。おはようじゃないでしょ。手の塞がったナオミさんを見て、私が放っておくとでも思いか。I made this face a lot in the last video, and I'm still gonna make it because Seiko is just that amazing. She's just that fantastic. いや、こら。ダメだよ。食器は清潔にしておかないと。仕方ないな。もう一遍洗いに行こう。手伝うわ。
ごめんね。そうして始まった文化祭。私たちのおしるこ屋では、鈴本さんの用意してくれた可愛い衣装を着て接客したの。彼女は演劇部で、いつも舞台の衣装デザインを担当していて、それだけじゃなく、実際に縫製までしちゃうから、こういう服作るのも慣れたもので、とっても出来がよくって。この衣装が超可愛いと評判になり、中等部から高等部まで全校の生徒が押しかけてくれて、うちのクラスは大にぎわい。私たちもサボる岸沼を追い回したり、休憩の時間にはいろんなクラスの出し物を見て回ったりして、みんな楽しい一日を過ごしたんだ。Aww, sounds like such a fun day. 結局私たちのおしるこ屋は校内人気第1位を獲得して大成功に終わったの。 Nice. 時計の針は6時を回っていた。楽しかった文化祭も終わり、みんなで雑談しながらこの後片付けをしようねって言っていたんだけど、気がついたら残ったのはサトシと委員長、聖子、森重、岸沼、鈴本さんと私を入れて7人のみ。この子たちはみんな帰っちゃったみたい。結局後から来てくれた副担の宍戸先生とお兄ちゃんを迎えに来たサトシの妹のゆかちゃんを巻き込んで9人で片付けをすることになった。 Don't make me have to relive all this. おー、片付いた。みんなお疲れ様。 Alright, let's go home. Let's just go. Let's go right now. くそー。バックレて帰りやがった連中。ただじゃおかねえ。私の委員長としての求心力もまだまだということね。岸沼でさえ残ってるのにね。うるせえ。鈴本さん、あなたと過ごせたこの数ヶ月、本当に楽しかったわ。Oh God. I told you it was gonna go down. 元気いっぱいのあなたに何度救われたかしら。They're gonna do it, aren't they? They're gonna do the charm! みんなあなたのことが大好きだし、尊敬していたと思うの。口には出さないけど、みんなちゃんと見てたんだよ。あなたの人間性をね。周りを気遣って、みんなを立てて、陰では一生懸命努力してた。先生。Oh. 意識もせずにそれが実行できるのは、本当にすごいことなんだよ。あなたの副担任でいられたこと、私誇りに思う。She's such a good teacher. She was like blissfully oblivious to things that were going on around her, but she's still a good teacher. 向こう行っても元気でね。はい。そう。文化祭後の連休を挟んで、Here we go. 転校してしまうんだ。今日が実質最後の登校日だったの。みんな鈴本さんのことは大好きだった。本当に裏表のない優しい子で、これから毎日会えなくなるんだって思うと寂しくてたまらなかった。時間も遅くなり、いよいよお別れっていう時に、階段好きの委員長が幸せの幸子さんっていうおまじないを出してきた。 No, 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 no. Oh, God dang it. 彼女はカバンから紙でできた人型の片代を取り出した。どこかの神社で見たことがある、悪いことを身代わりに受けてくれるというあれにそっくりだった。ビジュアル的に呪いの儀式みたいで、なんだか怖い。私以外のみんなもぎょっとしてた。Hopefully you guys enjoyed the fun bath scene in the last video, because things are about to go downhill right here, right now. ネットに載ってたおまじないなんだけど、これをするとね、その場にいたみんながずっと一緒につながっていられるっていうおまじない。
Yeah, about that. 永遠に友達でいられるんだって。ほう。どうやるの？ダメだ。これはダメだ。Oh. みんな、危険だ。これはしちゃダメなんだ。命に関わる。Maybe it is like an alternate universe or something. Satoshi knows. He knows. Satoshi. He wasn't like that before. In the opening of the original game, he was not like that. Inoch to a mata oogesa da na. Are are? What is going on? This is the part where you just take the piece of paper and run out of the classroom. Like, I don't care what happens. Sprint. Coagari no Satoshi ga hissi de iyagatteru. Sonna ni kyoushi suru hodo koai kana.大丈夫よ、持田くん。これはいつもの怖いやつじゃないか。Yeah, it is. It's way worse. お前がそんなに意地張るのも珍しいな。怖がるサトシをよそに、みんなのおまじないは進行していく。この人に目に涙を浮かべて、それを見ている。He's not participating this time. What?What would happen, just theoretically speaking, what would happen if they did it correctly? If one of them actually, well, it's really hard to get 9 people to count in unison, but they did it correctly, then it wouldn't be bad, right? なんだか、かわいそうになってきた。Oh, no, me. でも、鈴本さんのためのおまじないだし、やってあげたいし。This is not the best. どうしたんだろう、サトシ。頼む、やめてくれ。これはやっちゃいけないことなんだよ。どうして分かってくれないんだ。 Of course, if they did listen to him, then we wouldn't have a second game, would we? あれ、これ本気の時のサトシだ。え、サトシ、何が言いたいの。同じ日が繰り返されている。俺には分かるんだ。Oh. この先大変なことが起こる。I knew it! Okay, but wait, I'm wrong at the same time because they are reliving it, but it's a time loop. It's not an alternate universe. Right? That's what he's saying. もう終わるから、いい子で待ってて、持田くん。Oh my god. 繰り返してる。委員長が言ってた騎士官ってやつ?そういえば、なんだろう、この現場、この空間、このおまじない、なんだか。Yeah? Yeah, put it together! おまじないの紙人形をつかみながら、No! 私は自分の記憶を遡っていた。Oh no! Oh, Naomi! じゃあみんな、引っ張って、ちぎっちゃって。Not gonna go into 9 pieces and 9 people are participating. Satoshi. 青ざめた顔をして、サトシが紙人形を掴んで参加する。I know what he's thinking. I know what he's gonna try and do. He's gonna try and save everybody again. It's not gonna work. ようやく意地を張るのをやめたね。と微笑むみんなの顔とは反対に、私は嫌な予感が。どんどん膨らんでいた。Or maybe he can't control it. Maybe he has no control over his body right now. あれ、待って、これ本当に。うん。行くよ。うん。せーの。And we're screwed. We are boned.
Oh, she stopped narrating, I guess? As soon as I reached the hallway, I fell to my knees with a thud. パニックになる私の目の前で、開け放たれた保健室の入り口から黒い影がゆっくりと出てきた。 Yeah, that was in the first one too. 殺してやる。 Yeah, I remember you. Oh, why did I dive back into this game? I'm just as bad as the characters are. Yum! パニックになる頭の中を整理する。何だったの、今の。何が起こってたの、今。黒い霧みたいなものが、私の全身から、口から、耳から、体の中に入ってきていた。喉の奥に太いものが詰まってて、息ができずに一瞬意識も飛んだ気がする。私は今殺されかけたんだ。胸の奥に大事にしまっている命を、まるで冷たい手にわしづかみにされたようで、私の体は全ての器官がひっくり返ったように乱れていた。 It's a little intense. 胃がおかしい、腸がおかしい、足がもつれる。人間はプレッシャーだけでこんなにも体が狂うのか。喉に残る自分の胃液の味と匂いに、私は再び吐きそうになるのを必死でこらえていた。 I forgot about the descriptive abilities of the narrators in this game. 私、絶対覚えがある。ここに来たの、初めてじゃない。 Okay, so... What is going on? 幸せの幸子さんを行った私たちは、すごい音がして教室の真ん中に穴が開いたと思ったら、気がつくと古びた廃校舎の中にいた。サトシやシシド先生、委員長たちの姿はなく、私のそばには聖子だけが倒れていたの。Oh, do we have to re-experience that again? 聖子と私は二人で励まし合って校舎の探索をしていたんだけど、玄関も窓も全部閉まっていて外へ出ることができない。そんな中、サトシの妹ユカちゃんの声が廊下の奥から聞こえたの。足をくじいて動きづらい私を保健室のベッドに休ませたまま、聖子は一人でユカちゃんを探しに行ってしまった。 Okay, this is all the same. This is exactly what happened in the first game. Yeah. そこへ一人になった私を狙いすましたかのように、真っ黒い人影のようなものが現れて襲いかかってきたんだ。Okay, gotcha. So now we're up to speed on what's going on. 怖かった。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 歯が勝手にカチカチとなる。唇が別の生き物のようにブルブルと動く。どうして私を一人にするの？私も一緒にユカちゃん探しに行くって言ったのに。どうして一人で行っちゃうの、聖子。足手まといってこと。Yeah, you don't want to know what happened last time. ナオミ、どうしたの、大丈夫？聖子。そんなことが。一人にしてごめんね。大丈夫だった。聖子の顔を見たら、体の震えが止まった。この子がいると本当に安心する。
しがみついて泣きじゃくりたい気持ちになる。I really hate this because I know what happens to both of them. I don't like it. 素直にそうすればよかった。私のこと置いてって。Oh, not this again. 分かったんだから。Not this again. You guys can't fight. You guys can't fight. ごめんね、ナオミ。一緒に出口探そう。Oh, the text message and oh, the feels. God dang it. 知らないよ。やだもう。ほっといてよ。どうせ脱出なんてできないんだ。安心感からか、私の胸の奥からはまるで拗ねた子供のように大粒の涙とともに怒りの感情が溢れ出してきた。この子に当たっても仕方がない。この子は何にも悪くない。わかっているのに、exactly. 私は言葉を止めることができなかった。心底心配してくれているのに、守ってあげると決めたのに、聖子の顔を見て私の甘え性にますます火がついていく。このまま行方不明でお母さんにも迷惑かける。ほんと最悪。ナオミ大丈夫だよ、そんなこと言わないで。だってそうじゃん、私が帰ってくるまできっとずっと探し続ける。お母さん仕事あるのに足引っ張って邪魔して超親不孝だよ。ここで死ぬ私が見つかるわけがないのに、無駄なことさせて。 This is just so tough. この時聖子と話しながら、私はさらに別の考えに心を支配され始めていた。この流れはダメ。 Exactly. Exactly. Stop it. 無駄じゃない。家族ってね、迷惑とか足引っ張るとかそういうものじゃないよ。 Exactly, Seiko. Exactly. うまく言えないけど、その人のためなら何だってできるものだと思うの。さっきの騎士官が戻ってきて、どんどん確信に変わっていく。Say you're sorry. Hug, make out, I don't care. Don't continue down this line. Don't do it. そう、私はこの先の運命を知っていた。このまま進んじゃうと。だけどそうだよね。心配はかけるべきじゃない。夏美お母さん優しい人だし。Don't let her go. Don't let her go.だからそうならないように、mm-hmm. ね、ナオミ大丈夫だよ、絶対に帰ろう。あんたの家はどうだか知らないけど、セイコそんな Stop her. おめでたい考え方できないよ。 You're gonna hurt her. このままだと。 Oh god, Naomi, come on, push through. セイコが首をつって。Exactly. Come on. You're right there. Just stick it together. 謝んなきゃ。 Do it. God dang it. やだ。 こんなこと言われるの。 成功。I have a choice? Okay, hang on. I'm gonna save it just super quick. We're gonna save here. And then we'll save it here. Okay, that way in case something happens, at least I know that I can go back. But I want to apologize. My gut instinct is to apologize. But the fact that it's giving me a choice, I don't like that. このままじゃいけない。成功ここで。一人にしちゃいけない。私はとっさに謝ろうとした。Tried. God dang it! 聖子、
Oh my god! There was no choice, was there? There was no actual option. Seiko, Seiko, come on! Come on! 謝ろうとした途端、喉に何かが絡まって、息ができないほどむせ込んだ私は、その場にしゃがみ込んでしまった。It's not letting you alter your outcome. Naomi, 大丈夫？No, just hug her or something. 私があなたの気持ちを逆なでしちゃってるのなら、悲しいけど、私離れてるから。セイコ。待って。待ってよ。走っていくセイコの後ろ姿が小さく暗く消えていく。God dang it. 取り返しのつかない選択をした気がした。Why? セイコに向けた私の意識をある違和感が強制的に引き戻す。口の中に異物感、何か入ってる。私は慌てて口の中に指を突っ込んだ。What? ズルズルズルっと私の喉の奥から絡まった長い髪の毛がたくさん出てきた。Oh no! What?真っ黒な髪の毛は引っ張っても引っ張っても出てきた。胃の中から食道を通って私の手のひらまで途切れなく扁桃腺が刺激されてまた戻してしまいそうになる。 Oh, that's nasty! Yeah. Uh-oh. What was that? おぼろげだった未来の記憶は確信に変わっていた。何か理由があって私は同じ現実を繰り返しているんだ。謝ることも許さないってこと。何かの力が働いてる。何かがまたこの世界でも聖子を殺そうとしている。ダメだよ、そんなことさせない。絶対させないから。とにかく追いかけなきゃ。謝ろう。あの子を一人にしちゃダメ。私は聖子の走っていった方へ廊下を駆け出した。でも、of course it's gonna shape shift. Freaking school! 立っていることもできないくらい激しい地震が起こった。私はその場にしゃがみ込んでしまった。校舎全体が暴力的なまでの恐ろしい爆音。そこら中でガラスが割れたり、天井が崩れ落ちたりしている。God.
どれくらい経っただろうか。一瞬にも数分にも数時間にも思えるほどの恐ろしい時間が過ぎて、校舎はようやく静寂を取り戻した。体中をこわばらせながらゆっくりと体を起こすと、頭の上からほこりや木くずがパラパラと落ちた。服の中にも砂みたいな細かい粒子がいっぱい入ってて、ジャリジャリ言う。気持ち悪い。 Yeah, that doesn't sound pleasant at all. 服をつまんでバサバサと払い、スカートをはたいて立ち上がってみた。ほこりが舞い、白く煙る廊下を見渡すと、そこには絶望的な状況が私の前に横たわっていた。今の地震で床が抜けて、向こう側へ、聖子の方へ進むことができなくなっていたのだ。もう少し向こうにしゃがんでいたら、床の亀裂に飲み込まれて、私は無事に住んではいなかった。I guess that's one way to look at it. 穴の縁に膝をつけて、穴の底を覗き込む。暗くてよく見えないけど、この校舎、意外と階ごとの天井が高い。さらに下の階の、ちょうどここから真下の床にも穴が開いたみたいだ。ここから落ちたら、どこまで落ちていくんだろう。身震いしながら私は腰を上げた。どうしよう、どこか別のところから回り込めるかな。急がないと。I doubt it. 急がないと聖子が自殺してしまう。まだ間に合うんだ。 She didn't commit suicide. 今度こそそんなこと絶対させない。そんな運命変えてやる。 She didn't commit suicide. I'm just telling you. Search mode? Oh! Okay. So this is how this game works. I guess. Map? Oh! Oh!Holy crap! This game is weird. I mean, I knew it played differently, but holy cow. So what, you can like pick a... Never mind. Okay, that's all up in my ears. Oh. 壁に叩きつけられて飛び散った。人の内臓のようなものがこびりついている。I know who that is.さっき聖子が言っていたけれど、本当に生臭い。臓器特有の匂いって有無を言わさず吐き気を催させる刺激がある。また吐き気がしてきた。 the fly is out in my ears. Okay. So do we keep going forward? I guess?Okay, so it'll stop you at important screens. 一人で真っ暗な廊下を歩いていると、全身鳥肌が立つような感覚に包まれていく。まるで一歩ごとに不安という霧が体に絡みついてくる感覚。それがどんどん重なって、いつかは完全に闇に飲み込まれて消えてなくなりそうな不安。正気をいつまで保っていられるのかわからない焦り。怖いという感覚は粘着質だ。拭っても拭ってもぬるぬるとこびりついて取れない。 That's one way to describe fear, I guess. 歩きながら聖子の名前を呼ぶことで感覚をシャットダウンして、私はかろうじて自我を保っていたように思える。聖子、どこ？返事して！
私どうかしてた。謝りたいの。通路の先の真っ暗闇に光る筋が一瞬見えた気がする。斜めに縦に複数、なんだろう。恐る恐る近づいてみると確かに光る線がある。私はそっとその線に指を触れてみた。 Clearly a trap. 刺激に驚いて離した指を見てみると、裂けた指の傷口にプツプツと赤い水玉が並んでいた。 How sharp is that wire? 血の玉はみるみる大きくなり、やがてつながって大きな血の雫になった。指を伝って手首の方に流れてる。ピアノ線、うん、ファイヤー。少し撫でただけでこんなに深く皮膚が切れるなんて。 If you like ran into that, you're done. It's like Resident Evil done. 何これ、トイであるの。痛い。こんなのが張り巡らされた廊下、気づかずに通ったら大変なことになる。 Little bit. 幽霊とかじゃなくて人為的な罠。誰がこんなこと。 Yeah, something's different. 私は何者かの悪意を感じて身震いした。まさか今この瞬間もここを、私を見ている。私が罠に引っかかって死んだり、ひどい目に遭えばよかったのにって、誰かが悔しがっている。誰か見てるのねえ。 Don't shout at them. 自制が効かずに口をついて言葉が出た。怖い、ひどい、許せない。やだよ、やめて。怖いから、ひどいことしないでよ。いろんな感情がぐるぐる回って、私は無意識に涙を流していた。切断線が張り巡らされたこの通路は、このままじゃ進むことができない。何かこの線を切れるような道具とか、とにかく罠を解除しないと。I don't know if there's a way you could do that. 私は来た道を引き返すことにした。Okay, so we need to find something to make it through that wire trap, huh? Okay! Well, that seems like a good place to stop it, so I'm gonna leave it there. Wow! I knew things were gonna go downhill quick, but this is so interesting because I don't know what's exactly going on. Naomi and Satoshi remember these things, but everybody else seems to have lost their memories or recollection of what's going on. So I don't know how that's going to pan out. Really, really interesting. I think that it's going to be a very fun playthrough, although it is going to be very long. As you guys can tell, there's a lot of dialogue, so I won't be commentating as much. I'll try to be kind of more on the passive side and kind of throw in my two cents here and there. But hopefully you guys will be okay with that. Thank you guys so much for watching. Let me know if you enjoyed, and I'll see you guys on the next MAMJ. Let's play. Oh my god. Happy Valentine's Day, everyone. No, I don't want you to get in the cage with me. I want Valerie to be with me. Valerie! Come to me, Valerie! I didn't love them at all. Of course not. You can't love all the zombies.